どこまで飛んでも暗くて辛くて寂しいの。ヘルメスが望んでいたような優しい答えを見つけられなかった。こんにちは。私が出会える最後のあなた。私はあなたの音を聞き、思いを感じ、考えを知りたいのです。どうか仲良く。心が、長い旅の記憶が、たくさんの、こんなにたくさんの人がいて、溢れるくらい思いがあったのね。答えなんて本当になかったんだわ。命の意味も生きる理由も、いろんな形の喜びを拾い集めては失って、また見つけながら生きて生きて生きていく。死があなたの優しい隣人になる。その時まで。私が飛ばなくたって、ヘルメスの探してたものは、あの星に、あなたの世界にあったのね。花畑のようね。少しずつ色を混ぜながら広がって、その言葉までたどり着けてよかった。私の旅に素敵な終点をありがとう。消える前に始めなくちゃ。私たちが奪ったものはもう決して戻らない。そのことを許してとは言わない。ただ一度だけ歌わせてほしいの。今度は自分自身の心を、私が見つけた喜びを。例えば、星のない暗い海に差す光が、こんなに、こんなに綺麗だってこと。生きるものをなくした星に、悲しみに荒れた大地に、いつかまた命が巡って芽吹くよう、雨として降り注ぎ、風として舞い上がる希望の歌を。
命が満ちたらヘルメスにも見てもらえるといいな。難しいのは分かってるけど、デュナミスはいつだって思いを叶えようとしてる。奇跡だって時々は起きるかもしれないよね。戻るのか、お前を英雄たらしめる世界に。ならばここで聞け、ただのお前としてな。あのアラミ語での決戦で俺は何に歓喜したのかと考えていた。お前が比類なき強敵であったこと、最後の一息すら絞り出すような戦いができたこと、すなわち己が命を燃やすことだ。それが俺の喜びであり、同時に俺からお前に渡しうる唯一の楽しみだろう。故にこそ、俺は今一度お前に再戦を申し入れる。応じぬのであればそのまま仲間のもとへ帰るがいい。何せ人は命を尊ぶ。それを危険にさらすこと、むやみに費やすことは望んでするなというのが道理らしい。あるいは英雄たるお前も、人命を守らんという一心でこんな果てへと至ったのやもしれぬ。だがここに、外からお前を定める者は何もない。思い出せ、武器を手にし技を得得した時の高揚を。新たな脅威、未だ踏破せぬ頂を目にした時の欲を。命を費やさねば得られぬ喜びがあったはずだ。なあ、冒険者よ。
では勝負と行くか。俺とお前の命で天津星その全てを焦がそうぞ。仕留められぬか。解放する。
俺の買いかぶりか。貴様だな。戦い前の威勢はどうした？戦いだ。お前もまだ生きようなここからもっと燃やそうぞ。仕留める。どうした、この程度でくたばるのか。早かろう友よ。
いかぶりか。無様だな。戦い前の威勢はどうした？
俺はまた負けたのか。